私ドクター熱血が一から作り上げているブレソル攻略ウィキの紹介です。2年前から公開しておりますが、認知度が一向に上がらないため、今後動画の冒頭で宣伝させていただきます。ブレソルを始めたけれど何から始めていいかわからないなどの初心者の方へ、おすすめのクエストの進め方やグループバトルのノーマル、ハードなどの各種クエストの攻略法、最新ガチャの紹介などもしております。中級者以降の方におすすめなのは、各星4キャラクターがどのクエストで手に入るかを全て網羅しており、霊玉の回収の手助けになると思います。ウィキには概要欄から飛べますので、お気に入り登録やブックマークをしていただき、ぜひ熱血性のブレソルウィキのご活用をよろしくお願いいたします。また2022年末より毎週水曜日22時頃からと言いつつ、大体23時ぐらいから YouTube ライブでブレソル1週間のまとめと共闘を放送しております。現在150回を超えて放送を続けております。お時間がある方はぜひ見に来ていただけると嬉しいです。こんにちは、ドクター熱血です。本日も、復興ガチャ評価いってみましょう。復刻じゃないか、まあまあ一応復刻ガチャだけども、ガチャとしては新しい小説セレクションで、そのタワークがない、もう今日裏返るのこれは、そのタワークがない、ガチャですね。持ってなければ引いていいガチャです。限定ガチャっていうのは闇ダメには基本は入ってきません。まあ小説限定ガチャっていう場合は闇ダメに入ってくるけれども、一応、小説ガチャ終わってるんで、一旦。で、なかなか、闇ダメには入ってこないです。なので、もしこれらのキャラを持ってなければ、そして、オリジナル形態のキャラが欲しいとか、小説オリジナルのロッカーいなかった、支援や、アウラが欲しい人は、引いていいガチャなんじゃないかなと思います。5と10で、一体確定ですね。支援は、まあ、火力高いんですけれども、火傷時と烈傷時で 40%、60% アップで、リンクが超薬獲得数プラス5なんですけれども、リンク強化薬はついてないですよ、というところですね。今はまあ、基本的には、継承試練は水着のランギクさんが一番いいよって言っちゃうとこなんで、まあ、欲しければ、というところですね。宇野さんはまだ使えるんじゃないかな。ホローキラーでクールタイム 12% 短縮。体力最大時、強攻撃クールタイム 6% 短縮が確か初めて導入されたキャラ。体力最大時、全ダメ 20% もアップで、防御低下能力負荷もあって、非常に使いやすい、いいキャラクターですね。弱体と侵食のダブル、状態上持ちですね。キスケ、初の、状態上不要実定時間レアス 80% アップですね。実装の時に初めて、のキャラクターでした。クールタイム 12% 短縮で、まあ、この状態異常不要時 80% アップがあるんで、いまだに火力は出ますね。まあ、状態異常の時のダメージアップはついてないですけれども、麻痺裂傷で、麻痺が非常にいいですよね。動き拘束して。もしボーナスアビリティつけるんだったら、体力最大時と裂傷時とかつけたらいいんじゃないかなと思います。これも、キャラとしては使いやすいキャラクターです。ここから、宇野花さんからオリジナル形態ですね。キスケもオリジナル形態。そして、オリジナル形態の山地。バトルでまだ使ってる人もいますね。無敵貫通がついた初めてのキャラクターですね。例えば、まあ、対山地でいけるかどうか。まあ、どうだろうな。地の山地、その戦略戦編の初代の山地にぶつけるかな。まあ、一応その向こうの確定付与には当たらない、無所属、心の無所属の状態上確定付与には当てはまらないんで、まあ、たまに使ってる人もいますし、防御特化でいると結構厄介、強いキャラクターですね。アウラは、プレイヤブルとしてはこの1キャラのみですね。支援もそうですけども、アウラはこの1形態のみで、で、旋回門で役に立つとこがあるなっていうぐらいで、まあ今現状飛び抜けて何かこれいいですっていうことはないですね。ただプレイヤブル1体だけなんで、まああと人間無所属キラー、あ、でもこれね、月島さんとかもそうなんですよね。地属性の人間無所属キラー。
パッと出てきたのが月島さんでしたけども、ジャッキーもそうですね。ジャッキー減速持ちですね。旋回門クエストでこれらを持ってれば、まあ、あのアウラのところもなんとかなるよってとこではあります。っていうような、5体です。まあ飛び抜けて強い今でも使えるっていうようなキャラクターはまあいないですけれども、もし未所持であれば そしてオリジナル形態これ持ってないっすっていう人がいれば引いてもいいガチャなんじゃないかなと思います。今回はここまでです。以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。